ビクター・チネド・アニチェベは、ナイジェリア、ラゴス出身のサッカー選手。北京空港族級クラブ所属。ポジションはフォワード。生まれはナイジェリアだが、1歳の頃に家族と共にリバプールへ移住した。2003年にエバートン FC のアカデミーチームに加入し、15歳でリザーブチームデビュー。その後着実に力をつけ、リザーブチームのレギュラーとなる。 当時エバートンの監督であったデイビッド・モイーズによってトップチームに招集され2006年1月28日に行われた FA カップ4回戦のチェルシー FC 戦で後半44分にサイモン・デイビスに代わって出場しプロデビュー2005から06シーズンのリーグ最終節対ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン FC 戦ではプレミアリーグ初ゴールをマークしたこの試合は かつてエバートンに6年間在籍し、チームを牽引してきた名プレイヤーダンカンファーガソンの現役最後の試合でもあった。同年4月にエバートンとの2年契約にサイン。シーズン終了後には、リザーブリーグの年間最優秀選手に選出された。2006から07シーズンのニューカッスルユナイテッド FC 戦では、公式戦初となる1試合に得点を記録。 同シーズン中に2011年までの4年契約にサインした。翌2007から08シーズンの UEFA カップではメタリストハルキウ、アエル・ラリッサ、1、FC ・ニュルンベルク、SK ブランを相手に4得点を挙げる活躍を見せ、2008年5月7日、ファン投票により07から08シーズンの最優秀若手選手賞を受賞。2013年9月2日、 600万ポンドでウエストブロムウィッチアルビオン FC に移籍。契約は3年間。2016年9月2日、サンダーランド AFC へ移籍。エバートン時代に指定関係を結んだデイビッド・モイズと3年ぶりに再会することとなった。2017年6月23日、中国の北京空港族級クラブへ移籍した。世代別代表での初出場は、 2008年3月26日に行われた北京オリンピック最終予選の南アフリカ戦。その試合で初ゴールを決め、チームを本戦出場に導いている。北京五輪グループリーグ第2戦目の日本代表との試合では後半29分にビクトルをビンナのクロスに素早く反応し、チーム2点目となるゴールを決めた。国際 A マッチでは、 同年5月27日のオーストラリア戦でデビュー。ゴールは挙げられなかったものの、チームメイトであるヤクブアイエグベニと共に出場した。2011年3月29日のケニア戦で代表初得点を挙げた。2013年5月、クラブでの活動に集中するため代表を一旦引退すると発表したが、将来的には代表に戻ってくるつもりだとも述べた。 ありがとうございます。